はいはい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。 TKZGT 高 ZGT です。はい、初めましてのことは初めまして、初めてじゃない方は、はい、ありがとうございます。2回目。はい、ということでね、今回は不思議パーティーでね、やっていきたいと思います。エンマさん倒していきたいと思います。はい、まあ勝ってると思います。はい、いや、かなり強いんで、ダブルゼータ3体積みですから、はい、勝てるんじゃないでしょうか。わからないですけど、スキルレベルもね、ちょっとカミカミですね。ちょっと眠いんで、カミカミですけど、スキルレベルもね、結構高いんでね、勝てるんじゃないでしょうか。ちょっと痛いですね、でも。暴走エンマいないと、ちょっと大変ですね。ダメージがちょっと痛いですね。よいしょ、いきますか。ちょっと待ってくださいね。よいしょ、突撃してもらって、よいしょ、デカップに作るために使って、よいしょ、あ、間違えた。まあまあまあ、いいでしょ。あー、ちょっとやり直しますか、これ。ちょっとやり直しますちょっとミスりましたね、ちょっとミスりましたね。何をミスったのかわかんないですけど、ミスりました。うん、フィーバー入るのがちょっとあれでしたね、あれでしたよ、完全にあれでしたよ。よいしょ、頑張りましょう。まあ口が全然回んないですね、眠いと。いや、そこまで眠くないんですけど、なんか眠いんですよね別に目がしょぼしょぼするとか、そのレベルで眠いわけじゃないんですけど、ダメですね。ちょっとダメですね。まあ、勝てるはずなんですけど、ちょいとね、ちょいと頑張りましょう。まずつないで、つないで、で、あとは、もうこう、ね。ボーナス玉を湧くぐらいのデカさを引き上げて、あ、こう降ってくるのもいいですね。アマテラスさんがたまらない。これはまずいですね。あー、間違った。もうやり直す。ちょっとアマテラスさん溜まらないときついですね。早い段階でアマテラスさん溜める作業ですね、これはいや、暴走エンマいた方がいいですね、HP 的に。まあ、いなくてもね、まあまあまあ、どうですかね。難しいところですけど、ああでもいいな。どうですかね。大パーティーだったら暴走エンマいてもいた方が絶対いいでしょうけど、大パーティーじゃなかったらどうなんでしょうね。ちょっとブルームーンさんが全然止まってないですけど、まずいですね、これは。まずいですね。どうしよう。止まらない。これもまたやり直しですかね。またやり直しですね。意外と難しいですね。やるじゃないか。やるじゃないか。よいしょ。ここから本気出しましょう。よいしょ。大事なんでね、勝たないと。次来るのは 何回勝たなく勝ってからか分かんないですけどね。よいしょ。よいしょ。からの、よいしょ。ああ、たまりましたね。ブルームーンさん。からのブルームーンさん。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 いってらっしゃい。ようそろ。G 技じゃないですけど、打っちゃいますか。で、止まるんで、もう一発打つと。で、こっからですよね。こっからちゃんと溜められるか。よいしょ。まあまあまあ、なんとかなりそうですね。なんとかなりそうですけど、ちょっと危ない。ちょっと危ない。鉱物あげよう。まあ、こんな感じですね。かいっかいっこりちょっと怖いですね。まあ、今のね、何でしたっけ、ナインテールさんでもよかったですね。
多分。ああ、落ちない。はい。まあ、こんな感じで。ちょっと危なかったですね。うん、余裕だと思ったんですけど、正直。まあ、ちょっとブルー、ちゃんと技、貯めてあげられればね、もうちょっと楽でしたね。あと、ボソエマヤさん入れた方が、いいかもしれませんね。はい。また一つ賢くなりました。いや、どうだろう。わかんないです。どうでしょうね。まあ、ボスエンマさん入れても、まあ、勝てそうですよね、そっちの方がむしろいいかもしれませんけど。まあ、難しいところですね。微妙ですね。どっちでしょうね。はい。わかんないですけど。まあまあ、こんなにね、ダブルゼータ、追い込みだ、盛り盛りだと。まあ、勝てますね。はい。ダブルゼータも増えましたね、だいぶ。まあ、持ってないダブルゼータいますけど、全然。ニャンボ系とかだと。もうここまで来たんですね、ダブルゼータも。いや、恐ろしい。はい。ご視聴ありがとうございました。はい。まあ、早くね、手に入れたいですね。まだ、手に入れてないんだ、あのエンマさん。はい。早く、頑張ります。まあ、今日は、はい。今日は一回。諦めるかもしれませんけど、まあ頑張ります。明日というか、夜は諦めます。また、明日というか朝になってから頑張ります。はい、ご視聴ありがとうございました。さよなら。